手は村上、2週間ぶりの登板です。立ち上がり先頭バッターの小郷から三振を奪いました。ツーアウトランナー1塁で鈴木がライトにヒットを飛ばします。これが1500本安打、節目の記録を達成しました鈴木大地です。この後ツーアウトランナー1塁2塁で渡辺は三振、村上初回ランナー2人許しましたが後を抑えています。3回です。表の楽天、鈴木のファウルフライを糸原ナイスキャッチ。今日はサードスタメンの糸原です。4回の裏タイガース先頭バッターの中野、打球が転がっていく間に中野は三塁へ、記録はスリーベースヒット。ノーアウトランナー三塁からワンアウトランナー三塁に変わって森下レフトオーバータイムリースリーベースヒット、1点を先制です。1対0。5回の表そのすぐ後でした。イーグルスはツーアウトランナー三塁で村林、センターの前に落ちました。同点タイムリーヒット、1対1。後半も両チームランナーを出す機会がありました。7回表イーグルスワンアウトランナー一塁二塁、辰巳ダブル三振、2番手桐敷ここは踏ん張ります。鈴木大地ショートへのゴロに抑えました。2者残塁です。8回の表今度は石井が登場します。ツーアウト満塁という大ピンチ、迎えるバッター小郷です。これもショートゴロ、三塁でアウトを取りました。いい判断でした。スリーアウト、1対1が続きます。9回の表、岩崎。先頭バッターにフォアボールを出しましたが、あとは立ち直って、渡辺三振で切り抜けてスリーアウト。ランナー許していますけども、要所を締めるというタイガースのリリーフ投手の好投が見られました。10回ですね。1回表ゲラがマウンドに上がっています。2アウトランナー2塁で代打茂木、これが右中間の真ん中を破っていくタイムリースリーベースヒット、勝ち越されました。2対1、1点リードを許したタイガースです。この後の小郷の1本タイムリーツーベースヒット効いています。3対1になりました。2点差で10回則本を攻略しなければならないという状況になって、10回の裏ワンアウトランナーなしで迎えるバッター、まだ今シーズンヒットがなかったミエセス、1本出ました。チャンスが広がっていきました。最後は1、3塁2アウトで中野、スリーアウト、則本に最後抑えられて1点も返せませんでしたタイガースです。10回終え戦いを終えて3対1、今日は楽天が阪神タイガースを下しています。